あれは買った、これも買った。ああ、そうだ。今日って100円セールの日じゃなかったっけ？忘れてた忘れてた。いって。もう、何こんなとこに止めてるの誰？てめえんだろう。だらおら。おったおって場合じゃねえぞ。おら。待ってんなら、なし作ったんじゃねえぞ。そろそろ翻訳不能かも。ああ、だとくら。しつこく言わなくてもいいでしょ。悪かったって言ってるじゃないですか。もう許してください。なんだよこら。までの伊勢はどこ行ったんだよニャロ。そんなのだってそんなことなくくれなら調子くれてんじゃねえんだよタクヨ。いい加減にしないか。もう泣いているじゃないか。やめてやれ。なんだな、この野郎。足んねえことしてったら邪魔するわ。黙ってたらわからんがな。
返事せんか返事あんたも、よくもまあ勝てない喧嘩を買う人ですね。次からは勝てる算段がついてから喧嘩を買うことを深くお勧めしますけどね。最初は迷ったよ。そういうのは勇気って言わず、万勇って言います。身の程知らずとも言うかな。ミオンは口が減らないね。助けてくれてありがとうくらい言ってくれよ。泣いてたじゃないか。別に泣いてなんかいません。あれはちょっとした演技で。いいよ演技でも。ちょっと信じてないでしょう。私が本当に泣き出すと思いますか。思わないよ。天下御免の園崎美音が不良にいじめられて泣き出したなんて誰も思わないよ。何を笑ってるんですか。全然信じてないでしょう。私が半泣きなんてするわけない。信じるから信じるから。でもまあ、ミオンにも少しは女の子らしいところがあったんで安心したよ。なんだか妙に引っかかる言い方ですけど、つまりはどういう意味です。ミオンのことだから、なんだか珍妙な剣法でも使って瞬く間に撃退してしまうんじゃないかって期待してたね。だから泣き出した時は正直驚いた。だからあれは泣き真似だったって言ってるじゃないですか。さっきから人の話ちゃんと聞いて。バカにしてます。ひょっとして。何でもいいよ。よかったじゃないか。よかったって、何がです。無事で。じゃあ僕は行かなきゃならないから、そろそろ行くね。あ、うん。安心しなよ。ミオンが泣いてたなんて誰にも言わないから。もっとも言ったところで誰も信じないだろうけどね。天下無双の院長が泣いてたなんて絶対誰も信じない。
じゃあまた明日学校でね。うん、学校で。そりゃあサトシだよ、サトシ。その特徴的な雰囲気と気安く頭を撫でる癖は間違いないね。サトシくんって言うんだ。普段はしっかり者の妹にいろいろと尻を叩かれてるな。妹がいるんだ。うん、妹はサトコって言ってね、なかなか面白いやつだよ。なかなか悪知恵が働くしね。そのくせ追い詰められると泣くし、見てて退屈しない子だね。まあ最近はいろいろとあってね、ちょっと調子を落としてるけど。もしもし、シオン？え？あ、ごめん、聞いてる聞いてる。そもそもね、サトコがおばと折り合いが悪いらしいんだよね。サトシは大人だからその辺はうまく立ち回ってるんだけどさ、サトコは嫌なことがあると素直に表情に出しちゃうからね。なら、サトシ君も普段は疲れてるってことになるのかな。え？サトコがおばにいじめられるたびに、きっとサトシ君は妹をかばってると思う。妹が疲れるのと同じくらい、サトシ君も疲れてると思うのは、私の考えすぎ？うん。どうだろうね。まあそんな話はいいや。で、彼は普段はどんなことをしてるの？文系みたいだから読書とか好きなわけ？想像に漏れずに普段は読書して過ごしてるよ。最近読んでる本はね、なんて言ったかな、おねえ、私もうダメだ、バカになっちゃった。え？何を突然気色悪い声で笑い出して。お姉にゃわかるまい、この気持ち。
あれ？へい！何やってんの？こんなとこでさ。ミオンか。びっくりしたな。そんなに驚いてるようには見えないけどね。さっきからいたんだけど、ずっと気づかなかった？そうなのかい？ごめん、気づかなかったよ。何か悩み事でも？聞いて楽になるものなら聞くし、力になれるものなら惜しまないけど。いや、別に。私はサトシ君には一個借りがあるからね。それとも何？おじさんじゃ力になれないと思ってるわけ？見くびられたもんだな。別に、ミオンの力を借りたら意味がないことだからさ。ほう、それは何？つまり私ごとき女の手は借りたくないってこと？違うんだよ、ミオン。僕に実力がなくて、ここ一番で打てなかったってだけのことなんだよ。なんだ、そんなことで落ち込んでるわけ？そんなことでって簡単に言ってくれるな、ミオンは。それなら落ち込むんじゃなくて、なお一層練習に打ち込んで次のチャンスを目指すのが適当ってもんでしょうが。こういう時は練習しかないよ、練習。まあサトシ君に相手のピッチャーに小細工をしてまで勝ちたいという執念があるなら、おじさんいろいろと協力できるかもしれませんけどね。ずるしても何の意味もないよ。はあ、諦めがいいのか未練たらたらなのか。やっぱり男に生まれたからには一度くらいは晴れ舞台でスターになってみたいでしょう。もちろんヒーローを目指すのが花だけど、それが目的で野球をやってるわけじゃないよ。純粋にボールを投げたり打ったりするのが楽しいからやってるんだよ。ミオンでもそういうのわかるよね？おじさんはそういうのはあんまわかんないかな。私は結果が一番であるなら、どんな種目でも大好きだし、一番になれないのに大好きなんてものはあんまりよくわかんないね。もう。ミオンらしい答えだな。でもミオンは一番になるためにいろいろと努力をするからね。それは偉いと思うよ。うん。じゃあ、僕はそろそろ帰るよ。おばさんに野球の帰りに買い物をしてくるよう頼まれてるから。あ、うん。ん？買い物なら、
私も行くとこ、夕飯の買い物。ん？あれ？ミオも買い物するんだ。お手伝いさんが全部やってくれるって言ってなかったっけ？町に遊びに来るつもりでいたから、たまには家事の真似事でもするかなって思って、買い物を私が引き受けてきたわけよ。お分かり？ミオンにしては珍しいね。普段はそういうのめんどくさいって言って嫌がりそうなのに。そういうのを余計なお世話って言います。頭撫でないで。ブロッコリーってどれだっけ？緑だっけ？黄色だっけ？サトシ君、そっちはカリフラワー。サトシ君ってひょっとしてキャベツとレタスの区別がつかないタイプ？それはひどいよ。これでも精一杯区別してるつもり。それ違う。サトシ君の買い物は見ててハラハラしますね。見てるこっちは楽しいけどさ。まいったな。サトコと一緒の時にも迷うんだよ。ブロッコリーとカリフラワーはどっちが何色だっけってね。あんたら兄弟2人揃って面白すぎです。それは調理塩、胡椒とか混じってますから、卓上塩とは異なります。え、そうなの？ほら、確か理科の実験で塩と胡椒を分離するのを確か。言い訳はいいから棚に戻す。こっちが普通のお塩ね。で、次は？ミオンがいてくれると買い物が楽で助かるよ。サトシ君、頭良さそうに見えて社会生活に支障ありすぎです。もう少しお勉強した方がいいと思います。うん、それはひどいな。あった、これかな。ひょいひょい。だからそれは違う。何でもカゴに放り込む前に値段と何人分かをよく確認する。1780円になります。スタンプカードはお持ちですか？はい、あります。あれどこかな。あー、すみません、ちょっと見当たらないんで今度でいいです。ひどいな、ミオン。スタンプちゃんと押さないともったいないよ。あんた、夕暮れ時のお買い物ラッシュの時にのんびりと財布を漁ってスタンプカードなんか探さない。後ろに大勢待ってるんだから。
私たちの後ろで海線山線のおばさま方が早くしなさいざますって目でギロギロ睨んでたの気づいてなかったんですか。あのね、そういう時はレジ前に並んでる時からあらかじめ用意しておくの。あ、そうかいいことを聞いたよ。ちなみにここでのことだけじゃないですからね、バスに乗る時もそう。サトシ君、バスを降りようとして料金を入れる時、その時になって初めてお財布を開けて小銭をちまちまと探して後ろの人を詰まらせて待たせているでしょう。みんな僕を追い抜いて勝手に料金を入れてるかな。はあ、それはね、すっごーく周りに迷惑をかけているのです。そういうのはあらかじめ用意しておくのがマナー。わかりました？わかったよ。今日のミオンは怖いな。これでオッケー。これで台所で買い物袋を広げてお母さんに仰天されなくて済みますからね。あ、ありがとう。助かったよ。僕はどうも買い物が苦手でさ。買い物だけ？正直におっしゃい。もう嘘嘘冗談。頑張ったよ。いい子いい子。なんだよ、急に人の頭を撫でないでくれよ。サトシ君が一人でお買い物ができましたでしょう。なでなでなで。いや、僕のことすっごいバカにしてるだろ。してないしてないよ。お家一人で帰れるかな。道わかる？やっぱりバカにしてる。今サトシ君は思った。頼むからミオン、野球やってるとこまで来ないでくれよ。図星？そのムーってのはつまり何さ。図星ってことでしょ。暗くなりかけてるから気をつけて帰ってね。ミオンは一緒に帰らないのかい？ひなみさは？あ、私はもうちょっと寄るとこありますんで、気にしないで先に帰ってください。僕の買い物を手伝ってもらったんだから付き合うよ。今度は僕が手伝う。大丈夫大丈夫。っていうか、サトシ君が何を手伝うおつもりで？人の手伝いする前に、自分が手伝われなくて買い物できるようになっといてくださいな。今日のミオンは、ひときわ意地悪かな。
でも手伝ってくれてありがとうね。本当に助かったから。あ、キュン。じゃあね、ミオン。暗くならないうちに用事を済ませてね。また明日、学校で。あ、うん。また明日、学校でね。